参勤交代とは、江戸時代において、各藩の主である大名や、交代より愛を交代で、江戸に出資させる制度。参勤交代、参勤交代、参勤交代などとも書く。東條様を国入校列府藩が、伊賀文化産業協改造全国250以上ある、大名家が2年ごとに、江戸に参勤し、1年経ったら自分の領地へ引き上げる、交代を行う制度である。 鎌倉時代に見られた御家人の鎌倉への出資が起源とされ、将軍に対する大名の服属儀礼として始まったが、官営12年に徳川家光によって徳川将軍家に対する軍役奉仕を目的に制度化された。この制度では諸大名は一年おきに江戸と自分の領地を行き来しなければならず、江戸を離れる場合でも、性室と四次は江戸に常住しなければならなかった。 即室及びお次以外の子にはそのような義務はなかった。自分の領地から江戸までの旅費だけでなく江戸の滞在費までも大名に負担させていたため、各藩に財政的負担をかけるとともに人質をもとる形となり、諸藩の軍事力を低下させる役割を果たした。もっとも、おふれガき漢方修正によると、従来の人数近来花だ王子、かつは国軍のかつは 人民の老なり、強行その相応をもって、これを減少すべし。とあり、大名の過度な弱体化を防ぐため、幕府は参勤交代の際の支出を節減するように求めている。参勤交代は、こうした政治的統制の面だけでなく、江戸と国元の定期的な交流により、文化、経済の交流にも大きな役割を果たした参勤とは、自分の領地から江戸へ赴く旅。 交代、または、修風とは、自分の領地に帰還する旅のことである。参勤は、一定期間主君のもとに出資し、任期が満了すると暇を与えられて、自分の領地に帰り税務を取ることを意味する。まいって、まみえることであるから正しくは、参勤交代と表記するが、役人が、参勤交代と誤って、記録に記述してしまって以来、このように書くのが、一般的になった。 参勤交代を規定した、武家諸ハットの条文には、大名正名在営度交代書挨定めなり毎歳夏4月中、か松室参勤従者の人数、とあり、交代は、交代とも書かれる。参勤交代を制度化したのは、徳川家光であり、武家諸ハットの官営令にあたる条文より読み取ることが、できる。1、大名、正名在営度交代書テーブル書なり、 毎歳夏4月中、参勤松室すべし。従者の因数近来人ら、他子、かつ破国軍の日、かつ派人民の老なり。強行その相応をもって、これを減少すべし。ただし史上落の不死派、強領に、忍世、区役派文言に随ふべきこと。現代語に翻訳すると、大名や小名は、自分の領地と江戸との交代勤務を定める。毎年4月に参勤すること。 友の数が最近非常に多く、領地や領民の負担である。今後は、ふさわしい人数に減らすこと。ただし上落の際は、定めの通り、役目は身分にふさわしいものにすること、という意味になる。この制度の目的は、諸大名に出費を敷いて、勢力をそぐことにより謀反などを抑える効果、あるいは、大名の後継ぎは、制度上全員が、江戸育ちとなることから、 精神的に領地と結びつきにくくする効果があったとも言われるが、これらは結果論でしかなく、当初幕府にその意図はなかったという説が現在では有力である。なお、東京書籍新編新しい社会歴史には、大名の参勤には主従関係の確認という意味があるとの記載がある。そもそも犯罪性が破綻して軍役が不可能となっては、本末転倒であることから、 大名行列は身分相応に行うべきと通達を行っていることが当時の幕府の文書から読み取れる。鎌倉時代には御家人が鎌倉に参勤する制度があり、3年に一度の参勤が行われていた。また、和田、畠山、三浦、佐々木などの旧交府大の家は鎌倉に定住し、時折、領地に戻るという生活を送った。室町時代には、細川、 畑山などは在京し、その他の大名は京都に参勤した。戦国時代を経て、一部の戦国大名は服属した武士を城下に集めるようになり、織田信長は安土城で支配下に服した大名に屋敷を与えた。その後、豊臣秀吉が大阪城、樹楽大、伏見城で屋敷に祭祀をも住まわせたことから、全国的な参勤制度の原型が出来上がった。 慶長5年に関ヶ原の戦いで徳川家康が勝利して覇権を確立すると諸大名は徳川氏の関心を買うため江戸に参勤するようになった。家康は秀吉の礼に習って江戸城下に屋敷を与えた。大名は忠誠を示すため妻と子有力家臣の指定を人質として江戸に住まわせるようになった。寛永十一年八月に幕府は 不大大名で祭祀を領地に置いている者に、江戸に移させるよう命じている。当初、参勤自体は、自発的なものであったが次第に制度として、定着していった。現那三年以降には、東国と西国の大名がほぼ各年で参勤している、状態となっていた。寛永十二年三大将軍、徳川家光の時代に、武家諸法度が改定され、第二条で、 大名商名在江戸交代商定なり、毎歳夏4月中華参金と規定されたことによって、制度としての参金交代が明文化された。制定後、諸大名は1年おきに江戸と国元を往復することが義務となり、街道の整備費用に始まり、道中の宿泊費や移動費、国元の居場と江戸判定の両方の維持費などにより、大きな負担を強いられた。なお、 水戸藩などのように参勤交代を行わない、江戸上府の藩も存在した。漢文5年には、大名承認制度が廃止され、人質として有力家臣の指定が在布する必要はなくなったが、大名祭司の江戸在住は継続されている。教法の改革教法7年に、上米の姓と呼ばれる国高1万国に対し100国の米を上納させる代わり、 江戸滞在期間を半年とする例外的措置を取ったことがある。この措置には幕府内に反対意見もあったようではあるが、幕府の財政難を背景に制定されたということもあり、結局強法15年まで続けられた。嘉永6年にマシューペリーが来航し、その圧倒的な武力を背景に欧米列強が日本に対して開国を迫ることになる。 200年以上も鎖国を続けていた、徳川幕府はその体制を守るために、文久2年8月に参勤交代の頻度を3年に1回とし、大名の在国中は、江戸屋敷の家来を減少するように命じた。また、大名の着死、祭死についても帰国を認め、大名、家来の祭死の帰国についても、幕府役人の所上を不必要とし、一般旅行者の席所改めも、 簡略化するなど、文級の改革と呼ばれる規制緩和を行った。これは、日本全体としての軍備増強と全国の海岸警備を目的としていたが、結果として徳川幕府の力を弱めることとなってしまった。この幕府の発言力低下を背景に、源氏元年8月、京都で禁門の変と呼ばれる、長州藩と江戸幕府、薩摩藩との武力衝突が起きる。 これを機に、翌月の9月に制度を元に戻そうとしたが、すでに幕府の威信は大きく損なわれており、従わない藩も多く存在したため、幕府の決定的求心力低下が露見することとなった。こうして、慶応三年、大政奉還と共にこの制度は姿を消した。参勤交代に関する資料は多数存在するが、特に、加賀藩の過労である、横山政が書き残した、 ご道中日記には、その詳しい日付だけでなく、かかった日数や費用、苦労話などが事細かに記載されている。それによると参勤交代は、毎年4月に行われるが、その準備は、半年以上も前から行われ、予算の調達に始まり、た大名との間に、宿場の重複がないか定説のものを出すことから始まる。徳川五三やや、幕府の役人や直使。 他の大名行列などに気を使い、なるべくすれ違わないように旅行ほどの調整だけでなく、宿題の交渉等々、その準備作業は多岐にわたる。金沢板橋間駅離定表という資料では、石川県の金沢市と東京都の板橋間に宿泊の可能性があるすべての宿場までの距離がダイアグラムのように記されており、そのような状況下でいかに、限りある予算と労力で、 江戸にたどり着けるかと知恵を絞り抜いた苦労が見て取れる。そもそもあらかじめ幕府へ届け出を出した期日までに、江戸に到着しなければならなかっただけでなく、遅延が1日発生するだけで、現代の貨幣価値にして、数千万円から数億円相当の損失に、繋がるため、いかなる理由があろうとも決められた日付までに、江戸に到着しなければならない事情があった。橋屋。 道路の整備がままならない場所もあり、そのような場合はあらかじめ橋や道路を建設した。それでも通行が難しい場合は、近隣住民を大量に雇い、人が盾となって川や海の流れを沈めたという。加賀藩が親淵を越える際、波を沈めるために、近隣から住民を700人雇ったと記録されており、奇襲藩の場合は、 藩士が数ヶ月も前からした準備のために木宿したともあり、準備には入念に入念を重ねて行われたものと推測できる。参勤交代を行う大名は多摩数年に江戸に来るグループと奇数年に来るグループに分けられた。隣国同士の大名は意図的に異なるグループに分けられたが、これは在国中あるいは江戸において談合などができないようにしたものだと考えられる。 各大名は4月、6月、8月、12月など国元を出発する月、及び2月、8月など江戸を出発する月が定められていた。軍役である以上、大名は保有兵力である配下の武士を随員として大量に引き連れただけでなく、道中に大名が暇を覚えたり、江戸での暮らしに不自由しないようにかかりつけの医師、茶の湯の家元や高城までもが同行した上、 大名専用の風呂釜などを含む多数の手回り品までも持ち運んだとされ、大名行列という大掛かりな行進が行われた。その人数は六高によって大きく変わり、加賀百万国と称される、加賀藩の場合で2500人から3000人、多い時で4000人に達したという。天保12年に行われた、紀州徳川家の参勤交代では、武士1639人、 人足2337人、馬103頭を用したという記録も残されており、古三や奇襲校の大名行列などは、多くの農民が見物に訪れるほど格式と意向が感じられる大行列であったと言われている。移動時間並びに移動速度は、各大名によりまちまちであるが、時刻上下町などを除き、費用節約のために、急ぎ足での移動が行われることも多々見られた。 一日平均で6から9時間をかけて、約30から40キロメートル移動したが、旅行ほどに遅れが生じた場合は、移動距離が50キロメートル近くに伸びることもあった。多くの大名が同時期に参勤交代をしたため、街道及び宿場はしばしば混雑した。当初、西国にはできるだけ長い回路で大阪まで旅をする大名が多かったが、天候による日程の遅延を避けるために、 次第に陸路を増やす傾向があった。その辺半山金交代行列図その辺半山金交代行列図その辺半山金交代行列図時刻の民衆に威厳を見せつけるために立派な服装を身にまとい人を大量に雇った上で実際に必要な人数より多く見せることがよく見られた。これは城下町を離れるまで続けられ、 町外れに出ると雇われた人々の任務は完了となり、人数は約半数程度に減る。それ以外の従者たちは旅行に適した服装に着替え、宿泊予定のある宿場町を目指すこととなる。移動手段は陸路がほとんどであるが、島津藩のように船と陸路を併用して行う場合もあった。陸路の場合、庶民は行列が進んでくると、 道を譲らなければならず、馬に乗っていた場合は必ず下馬しなければならなかった。また、自国の大名行列であれば、土下座を行った。飛脚や出産の取り上げに向かっている三馬を除いて、行列の前を横切ったり、列を乱したりする行為は特に無礼な行為とされ、当時の国内法である公やけとかた、お定め書きによってその場で、拙者御免も認められていた。 このため、大声で、行列の到来を知らせるために、徳川後三夜の場合は、下に、下にと叫び、それ以外の諸藩は、片寄れー、片寄れー、または、よけろ避よけろという掛け声を用いて、道を譲らせた。三勤交代の行列は、竹の領地を通過することになるが、通られる側の大名は使者を使わして贈り物などを、教師、場合によっては、道の清掃。 整備や渡し船の貸し出しなども行っていた。また通る方も使わされた死者に対して返礼の品を送るなどしており、両者とも互いに気を使い合っていた。また、竹の行列や幕府の役人、直使などと鉢合わせにならないように、各藩それぞれ入念な準備をしていたが、それでも鉢合わせる事態が発生した場合は、各々の大名が籠から降り、相互に頭を下げて、 比例を詫び合うこともあったという。民衆は、自国以外の大名に対しても、下馬の義務や道を譲る義務を課されていたが、自国と徳川後三夜の行列以外には、土下座する必要はなかった。西国の大名の多くは整備の進んだ東海道を通ったが、橋がなくしばしば川止めとなる、大きな河川が複数あり、しばしば日程の変更及び、経費の増大に見舞われた。 そのため、幕府の許可を得て、整備は進んでいないが、川止めの可能性がない中山道に変更する大名も見られた。本陣の霊本陣と呼ばれる大名と関係者専用の宿泊施設に宿泊する。大名は宿泊中に命を狙われる可能性が最も高いので、護衛のものが常についており就寝時も武器は手放さなかった。 本人は敵に攻められても対応しやすいような構造をしており、就寝中も故障が一晩中枕元で本を朗読し、襲撃者に寝込みを襲われないよう用心した。宿主にとっては大名一行の宿泊は大口の収入源であったが、大名側が旅の途中にトラブルに巻き込まれ、宿泊を急遽キャンセルしなければならないこともあり、宿泊準備費用をめぐって、 トラブルが絶えなかったという。下屋敷の霊幕府に対する無本の意思がないと証明するため、関所を通過する際には、大名の籠の窓を開けた上で、関所の役人に顔を見せて通過した。その際、役人たちは行列の人数や槍、弓などの装備をチェックし、その内容を幕府に報告をした。江戸の庶民にも同じように自国の威厳を見せつけるため、 下屋敷に到着すると立派な服装に着替え、あらかじめ雇っておいた人足と合流し、過敏な行列を再び仕立て直した。江戸城に到着すると大名は将軍に配越し、次の下国までの財布生活が始まることとなる。基本的にはおよそ1年余りを江戸で過ごすよう定められた大名が多かったが、関東の多くの大名は、半年ごとに国元、 江戸を往復するよう定められていた。また長崎敬語の任を与えられた福岡藩及び佐賀藩は2年のうち約100日を交代で江戸で過ごすよう定められていた。遠国の津島藩は3年に4ヶ月、まさ藩は5年に4ヶ月のみ江戸で過ごすことになっていた。古道中日記のように移動日数や費用について記録が多数残されている。江戸からの距離によって異なるが、 参勤交代の費用は、半収入の5%から20%、江戸判定の費用を含めれば50%から75%が当てられた。また、この他に、省内藩堺氏の場合は、元六15年から法永3年までの歳出のうち、約82%が江戸で消費されていた。岸和田藩岡部氏の場合は、 安永5年の江戸での費用は全体の84%に達し、中小の藩においては、産金交代に要する費用が、藩の歳出の大部分を占めていた藩もあった。交通手段が発達していない時代に、道路や橋が整備されていない中、台風や洪水などの不可抗力下においても決められた期日までに、国元から江戸にまで到着しなければならなかったことから、加賀藩が、 黒部川にかけた相本橋などに代表される、山近交代用の橋や道路が建設されたり、宿場町の発展をもたらしたりするなど、後世や残る都市や交通を大いに発達させることとなる。これらの街道の整備費用に始まり、道中の宿泊費や移動費、国元の居城と江戸判定の両方の維持費などにより、その経済効果は非常に大きいものであった。ただし、 その反面、諸藩の財政難の原因として、参勤交代制を挙げる学者が江戸時代にも出ており、江戸期を通して、熊沢万山、室久層、中井畜山などによって、参勤交代制度に対する批判がなされ、実際に室久層を徴用した徳川吉宗の頃には、一時期、参勤交代による江戸の財布期間が半年に短縮されるなどした。 大量の大名の随員が地方と江戸を往来したために彼らを媒介して江戸の文化が全国に広まる効果を果たすことにもなった。また逆に18世紀の江戸の人口の4分の1、約25万人は参勤交代で地方から来た者たちであったため、地方の言語、文化、風俗などが江戸に流入し、そうしたものが相互に影響し、変質して江戸や 各地域に伝播し、貫流した面もあった。参勤交代のシステムは、江戸時代を通して、社会秩序の安定と文化の繁栄につながることになった。また、参勤交代することで、江戸に単身赴任する各藩の家臣は、かなりの数に上り、この結果、江戸の人口の約半数が武士が占めるとともに遊郭が、繁栄することとなった。江戸の人口が、女性に比して、 男性の人口が極端に多いのは参勤交代の影響である。ありがとうございます。